だってこれもぶっ込んで、ね、煮てるだけじゃん。でこれぶっ込んでチーンでしょ、うん、でこれもぶっ込んで焼くだけだから、うん、こんにちは、宮城舞です。今回は料理がもう本当に大嫌いな私が普段作ってる、まあ、ズボラレシピと呼んでるんですけど、効率よく簡単に誰でも作れるような料理を紹介したいと思います。でも本当にね、料理が好きな人と料理が得意な人は見ないでいただきたい回です。まあ、こう見ての通りもうエプロンも普段つけてないし、まあ、でも食べる人がいるんで簡単かつ美味しいものを作っていきたいなと思います。今日はママレードジャムで簡単に味付けができる、もうほっとくだけのスペアリブと、あとそのスペアリブを煮込んでる間にレンジで簡単に作れるキノコの副菜と、まあ、色味とか、まあ、栄養考えて本当に簡単に作れるニラ玉と、まあ、あと普通に味噌汁、まあ、一般家庭の晩ご飯って感じのレシピを作りたいと思います。レッツクッキング。あんまりここ見ないで、そういう結構汚いな、 A 型だから見えるところだけ綺麗になってる。そしたらまずスペアリブから作っていきます。まずこうちょっと深みのあるフライパンに油を適当に、リブステーキがスーパーに売ってない時はバラの塊の肉を切ってもらったりとかすれば代用できます。まあ、こういう感じでちょっと表面に焼き目をつけていきます。得意じゃない、作れるようになったって感じです。全然作れなくて、初めて一人暮らしした時にパスタ作ろうと思って、ここにレシピ本を置きながらパスタ作ってたら、そのレシピ本に火が燃え移ってたやばくない、早く火事になるのかと。それぐらいに焼き目がついたら、ここにドバドバーと適当に400って感じ、まあ、なんか浸るぐらい、もうちょっと入れた方がいいかな、ちょっともうちょっとやっぱお水入れようかな、ちょっと肉が多いで、はい、煮立たせます。火の強さはどれくらいなんですか。強火、中火、適量まあ弱火じゃ煮立たないよね。なんかスペアリブってさ、硬くなるイメージあるじゃん、うん、私も初めて作った時に結構緊張してたの、うん、でもめちゃくちゃ柔らかくなったんだよね、うん、なんでですか。で多分このママレードのオレンジの成分で柔らかくなる、うん、はい、煮立ってきましたよ。煮立ってきたんで、アク取っていきます。そしたらここにママレードを入れるのね。はい、ママレード適量、大瓶ジャムの3分の2ぐらい、この肉の量だったら入れます。ママレードと醤油、これはまあ味見ながらって感じですかねまあ大さじ2杯ぐらい、大さじ2杯、もうちょっとある気がする、ちょっと待って、1、あ、大さじ2杯ぐらいですね、これ、いや大さじ2杯絶対焼く、これしてた、こう縦にこうやってやった方が混ざるってしてた、こうやってやると回ってるだけなんだって、こうやってやると、こういう風に回るんだってっていうやつを前テレビで見たことがあって、でこれでね、もう味が良かったらほっとくだけ。蓋とか何もしないんですか。蓋はしない、蓋味見る、味見る、あ、微妙、ちょっとだけ足りないから、このだし醤油ちょっと薄めでコクがある醤油です。これちょっと適当に蓋回しぐらい入れてみます。全然入れてなかった。はい、それで味見ます。これ煮込むからさ、いい。はい、これでほっときます。まあ、たまにこうかき混ぜながらほっときます。これスペアリブの出来上がったようなもん。そしたらその間に副菜を作りたいと思います。なんか最初これ味見した時にオレンジのさ、酸っぱさが結構感じるんだけど、で煮るとそれがすごい甘くなってだから、その酸味は味見した時は気にしなくていいかもしれない。味噌汁、これエファンレムの和風だし結構美味しい、これ適当に入れて、
お湯沸かしてる間にキノコ切っちゃいます。キノコは洗いません。キノコは栄養が洗うと逃げちゃうんで、椎茸をまず細切り、歯ごたえがいいからここも使います。まあ、えのき半分ぐらい切ってもいいかな。で、しめじ半分ぐらいでいいかな。こうやって切って取り残しながら切ります。舞茸に関しては手で裂く感じ。そしたらこの万能塩昆布ちゃんをぶっ込みます。結構多めに入れても、まあこれ減塩だから余計に、あ、入れすぎたこれは入れすぎた。おかかを全部ぶっ込むだけ。はい、ぶっ込んで、そしたらごま油二回しくらい、これぐらいかな、落ちてると。そしたらラップをパッとかけてレンジに入れます。まあ、60ワットで3分600ワットあとちょっとスペアリブなんか火を強すぎて沸騰なんつうのだんだんこう熱くなってきてバーってなってくると、その肉に染み込む前に水分がなくなっちゃうから、火加減はちょっとだけ見た方がいいかもしれない。ただお味噌汁はね、まあ、これは白菜と人参を切って、これ入れるだけ。楽すぎて超楽、うん、余った野菜とか細かく切っとけば結構冷凍してもくっつかないから、うん、楽ちんです。この油揚げもすぐ賞味期限切れちゃうけど、うん、切って冷凍していけば味噌汁も使える。めちゃできるじゃないですか。やってんだよ、めんどくせえだけだよ味噌汁をほっといて3分経ったら1回全部かき混ぜる。1回かき混ぜて、でもう1回3分ぐらい。ほらドロドロになってきた。ちょっとわかる、色がさ濃くなった。あれスペアリブ砂糖入れるとか言ったの。はい、こっち入れるんだっけ。え、最後だ、最後だ、多分最後。あ、そう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 、途中で今ぐらい撮ってるよ先に味噌汁に味噌入れちゃおう。ちょっと味噌汁味もします。いい、うまい、うまい。さあ味噌汁完成ね。じゃあスペアリブこれぐらいの柚子じゃない、つゆ汁がなくなったら半分ぐらいになったら砂糖を、甘めがいい人は結構多めに入れてもいいかも。で、うちは天才粉を使ってます。あの砂糖じゃなくて。もう一回味見る。うん、うまい。うまい。よし、これでもうほっとく。こういう感じでしっとりする。これは冷めた方が美味しいから、保存してご飯にかけたりとか。次、ニラ玉。ニラ玉はお袋の味です。これが半分くらい使いますか。あ、ほんとやだな、料理を人にさらすの。あらして、うちはちっちゃい子がいるからちょっと細かいに切っていきます。まあお好みで食べたいような卵、砂糖をぶっ込む、適当に混ぜていきます。これもスペアリブが出来上がる直前に作ります。すぐできるから、うん、ほらトロトロになってきたよ、見える、超美味しそう。4品作ってるからね。まあでも一個一個で考えたら、だってこれもぶっ込んで煮てるだけじゃん。で、これぶっ込んでチーンでしょ、うん、で、これもぶっ込んで焼くだけだから、うん、え、どう、ズボラっぽい、うん、え、うんっつった足りないえ、でも美味しそうでしょ。確かに味わかんない。え、そんなこと言ったら不安になってて、もう一回味見するわ大丈夫です。ちょっと甘いかな、まあいいか、甘い分にしょっぱくないけど。そしたらもうすぐできそうだから、まずね、このコンロを3つ使うだけで褒めてほしい、うん、パッコン。もう本当にさーっと炒めるだけ、うん、本当これぐらい、ちょっとしっとりしたぐらいかなってなったら、卵を
すっごい。じゃあもう醤油を渦巻き。じゃあもうちょっとこうね、こういう風にさやってさ、あんまかき混ぜすぎず。じゃあもうこれぐらいで火止める。じゃあもうあと余熱でほっといて、あのスペアリブも良さそうです。そしたらじゃあ盛り付けちゃおうか。完成しましたー！イエーイ！そしたら私のマネージャーのドラミちゃんに実食してもらいたいと思います。はい、それでは出来上がりました。ズボラレシピの完成でーす。マネージャーのドラミでーす。ドラミでーす。ドラミに実食してもらおうか。じゃあ、いっぱい食べそうでしょ。それではどうぞ。いただきます。美味しく作れたかしら。ちょっとまず味噌汁から。他人に食べられるの緊張する。冷凍野菜っぽくないでしょ。うん、なんか逆に冷凍してるからシャキシャキしてるよ。シャキシャキして味が染みるのが早いんだと思います。いつか使いかね。分かった。うん、うまくない？もうごま油の時点で正解じゃないですか。そう、しかも簡単だからね。うん、おいしい。これ、忙しい朝ご飯にバーッとかけて、うんうんうん、バーッと食べるか、なんかおにぎりの中に入れてもいいかもしれない。そう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 、これ絶対作った方がいいです、お母さん。うん、柔らかくない？めっちゃ柔らかい。ほら、柔らかいでしょ、うん、硬そうに見えたでしょ、うん、ちょっと米が欲しくなるでしょ。やばい、めっちゃ美味しい。マーマレードどこ行ったって感じです。でもあのマーマレードの味を想像してたから、あのちょっと酸味が効いた感じでしょ。全然ない。ちっちゃい子でも絶対好きな味。そう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 、うんうん、うちの息子もめっちゃ好きこれ、うん、これすごい美味しい。まあ、でももちろんほぐしてあげてるけどね、うん、ご飯進む。米が欲しくない。いい食べっぷりです。それが母の味。あ、そうそう、まあ、でもね、なんか知んないけどね、ママのやつがやっぱうまいんだよね。違うんですか、やっぱ自分と。違うの、いくら作っても近づかない。なんでだろう。中華料理屋さんとかで食べるよりもそう、優しい。あ、そう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 、優しいニラ玉、うん、おいしい。これあと一品って時にね、めちゃくちゃいいんだよね。でもシンプルイズザベストって感じ、うん、めっちゃ美味しい、全部全部美味しい。よかった。これ帰ったら私も真似します。うんうん。しかも何分？結構30分ぐらい。うん、まあでも1時間以上かかる料理はやっぱりしたくないよね。うん、確かに。あ、食べ続けてるのに閉めてもらって。あ、わかりました。はい、ということで今回はズボラレシピを紹介しました。今回はこの3品ですけど、まだ、まあ、もうちょっとだけ引き出しあるんで、次回もなんかできたらなと思います。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは、宮城舞でした。バイバーイ。